ハリー・ジェロームハリー・ジェロームはカナダの陸上競技選手。1964年東京オリンピックの銅メダリストである。ジェロームはサスカチュワン州プリンス、アルバート出身。12歳の時にブリティッシュ・コロンビア州のノースバンクーバーに転居している。ジェロームの祖父も陸上競技の選手として1912年、ストックホルムオリンピックのカナダ代表として100メートルで、 準決勝まで残った選手であった。ゼロームはアメリカのオレゴン大学に進学。著名なコーチであったビル・バウアーマンの指導を受ける。ローマオリンピック直前の1960年7月には、西ドイツのアルミン・ハリーに次いで二人目となる100メートル10秒0の世界記録を樹立。しかし、ローマでは100メートルで準決勝で6位再開に沈んでしまう。さらに、 1962年にはコモンウェルスゲームズにおいて医者から再起不能とも言われるような大怪我をしてしまう。しかし、ゼロームは1964年東京オリンピックで復活。100メートルでは3位で銅メダルを獲得。200メートルでも4位入賞を果たした。さらに、1966年のコモンウェルスゲームズの100ヤード、1967年。 ファンアメリカンゲームズの100メートルと連勝する。ところが、翌年の1968年、メキシコシティオリンピックでは100メートルで7位。200メートルは二次予選で敗退。1969年に現役を引退した。ジェロームは現役引退後、ピエールトルドー首相のもと、スポーツ賞の新設に尽力。1970年にカナダ軍賞受賞。 1982年に42歳の若さで脳動脈瘤破裂のためこの世を去った。ブリティッシュコロンビア州バーナビーのスポーツセンターはジェロームの名を監視ハリー・ジェロームスポーツセンターと名付けられている。またバンクーバーのダウンタウンの西にあるスタンレーパークには高さ9フィートの彼の銅像が建てられている。ありがとうございます。